アドルフ・バール・アドルフ・オーガスタス・バールは、アメリカ合衆国の外交官、作家、教育者。マサチューセッツ州ボストン生まれ。ハーバード大学で1913年に学士号を、1914年に修士号を取得した後、ハーバード法科大学院へ入り、1916年に法学の学位を取得した。1917年、ボストン市内で弁護士業を開業。 1918年、パリ講和会議に参加するためドイツのベルリンに渡った。パリ講和会議には合衆国代表として参加したが、ベルサイユ条約に異議を申し立てて辞任した。バールは1919 19年に合衆国に帰国し、ニューヨーク市内で弁護士を務めた。1927年、バールはコロンビア大学法科大学院で会社法の教授に就任し、 1964年まで、勤めた。フランクリン・ルーズベルトが、大統領に就任した1933年、バールは、ブレーントラストの一人となり、ニューディール政策や前輪外交についての実務的作業を行い、1938年まで、復興金融公社の特別顧問を務めた。1938年から1944年まで、国務次官法を務め、 1945年から1946年まで中ブラジル大使を務めた。また、1944年のニューヨーク州自由党設立にも携わった。1971年2月17日、バールはニューヨーク市内において死去した。ありがとうございます。